パトリック・シュワルツェネッカーは、アメリカ合衆国の俳優、モデルである。父は、アーノルド・シュワルツェネッカーで、母は、マリア・シュライバー。母方の祖母ユーニス・メアリー・ケネディは、アメリカ合衆国、第35代大統領のジョン・カイ・ケネディの妹で、あり、ロバート・ケネディ・エドワード・ケネディの姉である。エドワーズ空軍基地で、父アーノルドと共に2002年12月ロサンゼルスで、 アーノルド・シュワルツネッカーとマリア・シュライバーの長男として出生した。1989年12月13日生まれのキャサリンと1991年7月23日生まれのクリスティーナの姉二人と1997年9月27日生まれのクリストファー、そして1997年10月2日生まれのジョセフの二人の弟がいる。 2012年にブレントウッドハイスクールを卒業し、2012年に南カリフォルニア大学に入学し、同大学 USC、マーシャルスクールオブビジネスを2016年5月に卒業した。シュワルツネーカーヒズシスター、キャサリン、オクトーバー27、2010ハイスクール在学中の2010年、両親の助力により、環境保護のためのプロジェクト360を立ち上げた。 2011年にはショッピングモールザ・グローブで下金ターンシップを履行した。2011年、ラルフ・ローレンやアルマーニの広告への起用を目的とした LA モデルズと契約してモデルとしてのキャリアを開始し、ハリウッドのサンセットブールバードなどの巨大なハドソン・ジーンズの広告にシャツなしで登場した。2014年、自身の経営する ブレイズ・ピッツァのフランチャイズ店を LA のショッピングモール・ザ・グローブにオープンした。また、その後に USC とステープルズ・センターにも出展した。俳優としての活動は2012年のハッピー・エンドが欠けるまでと2013年のアダルト・ボーイズ・悠々白書での小さな役での出演だった。初の主演作は2018年公開予定のミッドナイトさんのチャーリー役である。 ありがとうございます。